はい、ということで皆さんどうもこんにちは、マロです。ということで今日はね、久しぶりにコラボが来ました。でそちらのね、ちょっとコラボがですね、なんとこちら見てください、ガチャ多いな待って、ガチャ多くね、ま、いや久しぶりじゃなかった、しかもごめん嘘ついた、2週間前に来てた、だいぶ持ってたわこれはさ、めっちゃ来てんだけど、何この 輸入ふわ、ちょちょ、ゆわゆ、ちょちょちょ、なんね、全然ゆ関係なかったわ。ふわふわユニコ限定ガチャとか気づいたら来てるんだけど、こいつから来てたの俺全然気づかなかったんだけど、あ、なんかすごい、あ、なんかすごい可愛い水着のやつ、え、こっち引きたすいません、あの今回の目玉はね、こちらじゃなくてね、こちらです。はい、で最有機コラボということで、今回はね、最有機コラボということなんですけど、まあ、多分ね、僕もそうだし、みんなもそうだと思うんですけど、なんで来たん？いやこれね、ツイッターでもね、ちょいちょい見てたんですけど、いやなんか、あの、誰得のコラボなんとか結構ね、まあ、いろいろ結構言われてて、まあ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 、まあまあ、内心だ、まあ、内心ね、内心僕も、誰得なんとは思う節もあるんですけど、なんかね、まあ日本でも昔は結構なんか、あの、流行ってたというか、一回ドラマがあったんです。いやだから俺ら世代かな、結構ね昔なんすよね。僕が小学生とかの時に、あの、最有機って言って、あのスマップのシンゴちゃんがこの孫悟空の役でやってたやつがあるんすよね。それは覚えてるんですけど、なんか中国の方ではすごいやっぱなんか人気らしくて、そこからなんかコラボが来たらしいです。はい、ってことでね、まあ今回は最有機コラボということで、まあ早速引いていきたいんですけど、まあ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 、誰得コラボなんとか言いながらも、結局ね、かっこよくて強かったらそれでいいんですよ。かっこよくて強かったら誰もが引きますからな、何のコラボでも引きます。まあ見ていきましょう。今回は引かなくてもいやさすがにさすがに好きな人も多分いると思うし、俺もね、別に今のはネタでやったけど、全然普通にこれ俺めっちゃ欲しいなと思った。 AK14、今まで AK14 ってあんまりスキンがなかったと思うんすよ。その中でのこの武器はかなり熱い。 AK14 信者の俺からするとかなり嬉しい最有機コラボ。まあでもそれ以外は正直、まあまあ、こうシャベル欲しいかな。シャベル欲しいね。まあ CS はね、他にかっこいいのあるんで、まあ正直欲しいところで言ったら、まあシャベル、まあこうニョイボー AK14、 この2点かな俺は。でまあ確率もまあ別にまあ悪くはない。まあでもちょっと若干低いんかな、 0.、 あ、でもコラボの中では高い方なんですかね。 0.4 ぐらいはだいたいいつもあるような気がしてるから、それで言うとセダンの多分確率が結構高いんですよね。 0.2 って割と高くない？あんまりなんか 0.2 って聞かない気がすんだけど、 0.2 じゃないの？あー、やっぱそうだよね、 0.0 いくつぐらいがねだいたい普通なんですよ。ってなった時に、ほらこれだってピックアップされてて 0.15 でしょ。ってなったら割とセダンもしかしたら出やすいのかもしんない。あ、見て、最有機1999年版コラボだよ。いやだから俺が小学生の時じゃないわ、俺1歳の時の、なんで覚えてんだろう俺多分再放送とかかな、わかんないけど。まあとりあえず今回の目玉はこの2つということで、まあ AK14 出れば正直俺からしたら勝ちかな。まあまあ最悪はここで交換しちゃえばもういけるっていう感じなんですけど、まあどれぐらいの確率で出るかとかっていうのが正直多分ね、みんな気になってる人もいると思うんで、まあ行きましょう。まあ一旦50連、50連で4000金券だから、あーでも4万、まあ4万はいかないけど、3万ちょっと使えばシークレットが解放されるってことらしい。いやいや、これで正直セダンとか出るんだったら、なんか違う見方するのもありかもしんない。なんかそのスキンのさ、車両のスキンのチケットをゲットするためとか全然ありかもしんない。いきます。まあさすがにセダンは、おお、いや嬉しい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 、これこう普通に欲しいって言ってたやつだしね。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。え、こう結構出るんじゃないか、もしかして。もう一回引いていいか。ああ、まあまあまあ、そんな簡単にはね。まあでも10連でもう1個金枠が出てるってことは、かなり今上振れですからね。全然引かなくても正直全然文句は言わない。お、えぐいな。え、これ神ガチャかもしんないぞみんな。
ワンチャン神ガチャ説ある。なんか西遊記あんま知らないよって人でも、正直な話出りゃね嬉しいもんね、ガチャなんて。来い。おいや危ない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 。いやいやいや、いる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 。聞きたかったもん、三蔵法師のボイス。俺めっちゃ聞きたかったもん。あー、俺嬉しいわ、嬉しい。ボイスアーマーね、欲しい順番で言ったらまあちょっと低めのところではあるかな。うん、まあセダン、まあ武器かな、やっぱ一番は。お願いします。いやー、まあ20連で出る、まあでもこれが普通ですからね基本的に。あ、出た、何何これ。わあ、割引でけえ。やばいの、前のありがとうございます。本当に2万円分3万引くわ。3万引いたら大体まあ、あー、オッケーオッケーオッケー。あ、これは多分、あ、ギリあれだね、天井だね、これギリ天井のやつです。さあ天井一発目何が出るか。なんか天井決まってこれ出るとかっていうのないか、さすがにないか。あ、でも車か、武器スキン。あー、まあ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 、いらん、まあまあ、いる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 、全然いる。うん、テーマ変えたいなと思ってたもんな、ね、今最近だってずっともうこれ飽き飽きしてきたから、これ終わってる頃には変わってるかもしれん。欲しかったし、まあ引きましょう、行きましょう。はい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 、まあまあここら辺はねもうドンする。何これ、何これ。ちょっと待って、ちょっとこの妹気になるな、これ見れんのかな妹。呪文はやめてくれってやつがなんか出たんだけど、これなんだろう。めっちゃ苦しんでる。もうなんか最初のここのさ部分だけ見たらさ、これ見てよ、かき氷をなんか早食いした人の後みたいな。でこんなこんな吹っ飛びはしないからな。ガリガリ君一気食いした時とかね、頭気になるからそれかと思ってたけど、あんな吹っ飛びはしないからな。いや出ないっすね、なかなかね、ここら辺は。まあまあまあ参考になればいいんで。いやーでもなんか個人的には AK14 と、まあやっぱセダンは持って帰りたいよね、当てて。あーでも、え、でもすごい当たりやすいかも。みんなガチで今回めっちゃ当たりやすい。どんどん出てる、どんどん。割とだってマジで30連に1回は出てんじゃないか。ちなみに30連に1回出ればかなりいい方っすね。俺が今までなんかガチャ引いてきたっすけど、30連に1回はかなり出る方で、40連に1回はまあまあ普通、もう最近天井もあるしね。で50連に1回は渋いって感じっていう判断基準なんですけど、30連に1回は出て、なんなら多分20何連分に1回は出てるからかなり熱い。いやー頼む、セダンか、セダンか AK14 でお願いします、お願いします。マジそれ以外は出な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 、いら、あ、まあ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 、一生5いら、でまあ引きましょう。いやでも俺もう1万5000円分引いてるな。ってことはこれでラストだ、多分次の金券がラストか分かんないけど。いや頼む、マジで出てくれ、頼むよ。いやえぐい、えぐちまる、やばいな、急に雲行き怪しくなったぞ。まあ行きましょう。いやー次でラスト金枠か。まあまあもう一引くのも全然ありだけどね。まあ一旦引こう。スタートだ。まあまあこれは天井金だから。いやーこれ問題はね、これセダンか AK14 じゃなかった場合よ。あ、そんなこと考えるな。もうやっぱ結局ね、引くイメージが大事。引けると思ったこの気持ちのままやっぱ引かないと、やっぱ何事に対してもポジティブかつやっぱ前向きに取り向かないといい結果は残せない。ガチャもつまりそういうこと。運は運じゃない、運は運で掴み取れ。いきます、はい。うわー引いちゃうんだよね、こういう時に。結局引いちゃうんだよねって話、もう引いちゃうんですよ僕は。もうここ結局は腕の力の見せ所がちゃいますから皆さん。いやー引いちゃったよこれ。じゃあまあそのままあれしちゃおうか、性能検証しちゃおうか。さあ皆さん、じゃあ驚きのね性能をちょっと見ていきたいと思います。まあこれでね、まあ正直まあ結構出やすいからガチャ自体は。これで割とまあ競技勢の人はまあ引かんでもいいかもしれないですけど、まあキーのランクとかに強さやっぱ絶対まあそんな電動とかよりは強くはないんで。でも通常勢からしたらまあ引くか引かないかはね、まあ、出やすいんだったらね欲しいからね、セダンスキン。はい、あーなるほど、そういう感じね。あーハンドリング鬼いいわ。
あ、鬼いいハンドリングで、加速どうなんだろうな、加速。あーまあ早い方ではある、早い方では。でこれ坂登ってみたいと思います。坂耐久テストですね。まあ、これ登れないとちょっとやっぱお話になんないですかね、ここ安定しないと。あ、いいんじゃない。あ、これでしゃからないの結構ポイント高いよこれね。うえー、でここもね。あ、いいじゃん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 、結構いいんじゃない、悪くはない。でも遅い登る時の安心感はあるかな、ある程度。ハンドリングはマジでいい、結構加速使ったらこんな感じっすね。127も出るんだ、早いな。じゃあこのまま一回登ってみるわ。はい、検証結果、今回のガチャはお任せしますってことで皆さん、この動画が面白いなった方はぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで皆さん、またね、バイバーイ。